虹色仮面は、高口里澄による日本の漫画作品である。フィール・ヤングにおいて1998年4月号から2001年1月号まで連載された。フィール・コミックスより全7巻刊行されている。作者の別作品、少年濡れやすく濃いなりがたしと世界観を共有しており、同作品からの人物が数人登場する。 虹色仮面終了後、虹色仮面からのスピンオフ、過去端として描かれたラグランダムがある。大学時代のエズれ直と相澤直樹が伊豆田英子を介して出会う。伊豆田英子に赤色毛だと知られた相澤直樹は彼女を殺そうと企む。エズれ直は南、清水浩二と見合いをする。十二年前、相イ直樹とエズレナは伊豆田エ子に営利誘拐をそそのかし、 当時3歳だった、天川織姫と、村方カレを誘拐させる。天川織姫と、村方カレを監禁中、相沢直樹は、伊豆田栄子の腹部を刺し、伊豆田栄子は死ぬまでのとても長い時間、天川織姫を抱きしめ続けていた。そのことで天川織姫は接触アレルギーとなる。また、営利誘拐されたすべてのことを忘れる。伊豆田栄子を殺した共犯者となってしまった、は、 相沢直樹の言うなりになる。17年前、えずれニが生まれる。母のえずれナの婚約者、南、清水浩二は死亡していたが、えずれニの父親である。えずれナは、えずれニジをいとい、出生届を出さず、学校にも行かせず13年間虐待していた。相沢直樹が10歳頃のえずれニと出会い、性的虐待し唇にルージュを引く。 4年前、えずれ二児が、えずれなおに重症を負わされ、病院に入院するが3年間昏睡状態だった。看護師の奥山優子が、えずれ二児にマニキュアを塗ったことで意識が戻る。生まれてから13年間のほとんどの記憶を忘れていた。2年ほど前、天は織姫たちの両親が、事故死し、天河阿武さんが、な内コンツェルンに吸収合併される。天河織姫は、 しかない空也との婚約を破談にする。えずれ二じは一時自宅へ戻ったが、一年前家出し、女装して17歳で、銀座のホステス、七子として働き出す。25歳の天川織姫と17歳のえずれ二じが、出会う。天川織姫は、えずれ二じに助けられ、誘拐されていた期間のすべての出来事を思い出す。相沢直樹41歳と、えずれ直四42歳が結婚した。 えずれにじは、相沢直樹との再会により、過去を思い出す。相沢直樹に、レイプさせそうになった、えずれにじが、相沢直樹を刺す。相沢直樹は一命を取り留め、えずれにじは、殺人未遂容疑となる。しかし、正当防衛が適用され、釈放される。しかない空也が、えずれにじの貢献人となる。天川織姫は、しかない空也に抱かれ、プロポーズを受ける。 えずれ虹は姿を消す。5年後、天下は織姫は、しかない空也との結婚式を挙げようとしていた。その時、22歳になった、えずれ虹が現れる。作者の別作品、少年濡れやすく濃いなりがたしからの登場人物。ラグランダムは、高口里澄による日本の漫画作品である。虹色仮面の天下はマスドメヒサシを主人公にしたスピンオフ作品であり、 虹色仮面の過去端である。小電車発行のフィール・ヤングに2001年7月号から2002年1月号まで各月連載された。コミックスは同社のフィール・コミックスより全一巻刊行されている。コミックスには同時期のリヒメベガのイラストが4枚描き、おろされている。天川・マスドメ・と鹿内空也との出会い、二人の大学時代が描かれる。 高口里澄、虹色仮面、小電車、フィールコミックス全7巻1998年9月、発売、ISBN4 から3967618991999年3月、発売、ISBN4 から3967619961999年8月、発売、ISBN4 から3967620702000年3月、発売、 ISBN4 から3967621862000年7月発売 ISBN4 から3967622752000年10月発売 ISBN4 から3967623482001年3月発売 ISBN4 から396762437高口里澄、ラグランダム小電車フィールコミックス全一巻ありがとうございます